私の名前はパニコ。カフェで正社員として働いている30歳です。同い年の旦那、マサキと5歳の娘、パニミと3人家族なのですが、半年前にずっと闘病生活をしていた義父が亡くなり、70歳の義母が一人での生活が不安だから一緒に暮らしてほしいと私たちに頼み込んできてね。今は義実家で義母を含めた4人で暮らしているんです。そんな義母とはそれまでは別々に暮らしていたせいか、嫁姑問題のようなこともなかったんです。だからもともとアパート暮らしで引っ越しも考えていたこともあったし、正直義実家に行けば家賃も浮くしラッキーなんて思いながらの引っ越しでした。まさきも働いていて、私も仕事があるので家事や育児は分担してやっていこうねと話し合っていたこともあり、今までうまくやってきたはずだったんですが、この引っ越しを機にうまくやっていけていた夫婦生活がどんどんずれていくことになるとは思ってもいませんでした。ただいまってまだ誰もいないか。今日は仕事が半休で、お昼過ぎには家に帰ることができて上機嫌な私。思わず癖でただいまと言ってしまいましたが、義母は週に2回デイサービスに通っていて、今日はその日。まさきは仕事だし、パニミも幼稚園だし、久々に家でゆっくりしようかななんて思っていました。しかし、え？誰もいないと思っていた家の中から何やら物音がしたのを聞き逃しませんでした。何の音？恐る恐るリビングの扉を開けると、そこにはお母さん？わあ！何を焦っているのか、物陰に隠れている義母がそこにはいました。もうやだわ、見つかっちゃった。今日は誰もいないと思ってたのに。いやいや、それはこっちのセリフなんだけど。てか、なんで隠れたの？デイサービスはどうしたんですか？それがね、朝に家を出る順番としては、パニミと私が先に家を出て、その次がマサキ、そのすぐ後に義母が通っているデイサービスの人が迎えに来てくれるという流れ。今の時間に家にいるということは、何らかの理由があってデイサービスを休んだということになります。体調でも悪いんですか？いや、朝は元気そうだったのに、あまりひどいようなら病院付き添いますよ。病気もなく健康体な義母でしたが、70歳にもなれば突然体調が崩れることだってあるよねと心配な気持ちでそう問いかけたんですが、まさかの答えが返ってきて驚愕してしまいました。あそこなんだか合わなくてね、実は今月ずっとお休みしてるの。やめちゃおうかしら。え、ずっと休んでるんですか？ついこの間今月の料理を払ったばかりですよ。あら、やだ、そうなの？言わなくてごめんなさいね。なんだか後ろめたくって、私が行きたいって言い出したからね。義母はこの何とも言えないふわっとした性格なので、悪気があってそうしたわけではないのは分かっているんです。だからこそ怒りにくくて困ってしまうんですよね。お母さん、次こういうことがあれば早めに教えてくださいね。あそこキャンセル料もあるんですよ。今月分全部キャンセルってなったら結構痛い出費になっちゃうので。あらあら、そんなお金も払わないといけなかったのね。あら、まあどうしましょう。でもまあね、しょうがないもんね。今回だけ見逃してちょうだい。本当にごめんなさい。義母が寂しいからお友達を作りに行きたいと言って選んだデイサービスは少しお高めの施設。1回の値段が3000円もかかる上に、それを週に2回、つまり月に8回から10回なわけで、積み重ねれば結構な出費ですよね。それに昼食が出ることもあってキャンセル料までかかります。それにね、義母には言わなかったけど、自分のことは自分でできる義母なので、施設側から無断欠席の連絡が来ていないところを見ると、しっかり休む理由も自分で伝えていたんだろうな。まあでもこうなっちゃった以上、
ああだこうだ言っても仕方ないか。じゃあこのことはまさきが帰ってきてからまた話しましょうか。そうね、やめたいってちゃんと言わなくちゃよね。ところで昼食準備していかなかったんですけど、お昼はどうしたんですか？義母が家にいるときは簡単に食べられるようにおかずを準備しておくんですが、今日はデイサービスだと思っていたので準備はしていませんでした。ね、冷蔵庫にあった煮物とハンバーグを食べたわよ。美味しかった。あとサラダも悪くなっちゃうと思って食べたわ。それと焼きそばも作って食べた。もうお腹パンパンよ。牛乳も全部飲んじゃったから買っておいてね。なるほど。やっぱりもう冷蔵庫の中身は空っぽか。実は義母には一つだけ本当にやめてほしいことがあるんです。それは勝手に冷蔵庫のものを何でも食べ尽くしてしまうこと。冷蔵庫に入れなくてもいいものは義母の目につかないところに隠して、作り置きは夕食に食べるものだからとメモをつけたりしないと、全部義母の胃袋行きなんですよね。煮物もハンバーグもサラダも夕食に出そうと思っていたものでした。それもしっかり4人分全部食べてるし、焼きそばは私が昼に食べようと思ってたのに。けどね、あまりに満面の笑みを浮かべて満足げにしている義母に強く言う気にもなれず、お母さん食べ過ぎには注意してくださいね。お腹壊しちゃいますよ。大丈夫よ、私の胃袋は強いからね。そうですか。そんなやり取りをした後、しぶしぶ買い物に出かけるのでした。その日の夜、まさきに義母がデイサービスをやめたがっていることや、ずっとキャンセル料を払っていたことを相談したんですが、あまり気にも留めていないようで。じゃあやめたらいいんじゃない？人事のように泣かされてしまったんです。やめたいならやめたらいい、それは私だってそう思いますよ。私はそれを相談しているのではなく、義実家に移り住んでアパート代が浮いたとはいえ、家族が一人増えたのでそこまでお金に余裕ができたわけではありません。それにまさきはタバコもお酒も好きなので、嗜好品へのお金のかけ方が荒いんです。そのことについて話したかったんですが。パニコは神経質になりすぎなんだよ。別に生活は苦しくないだろ。父さんが亡くなって母さんは心細いんだろうし、何でも好きにやらせてあげてよ。好きにさせてるよ。別に口うるさくも言ってないじゃん。じゃあ何？パニミだってこれからお金がかかってくるし、貯金したりして余裕を持ちたいのよ。お母さんは大食いだし、まさきは嗜好品にはお金をしまないし、お母さんは気遣えって言うなら、まさきはタバコかお酒どっちかでいいから控えてくれない？どっちかでいい、やめろとは言わないから控えてほしい。これは私なりのまさきへの気遣いでもありました。しかし、俺が稼いだ金なのになんで俺が我慢しなきゃいけないんだよ。私の気遣いなんて伝わりませんよね。ならせめて、じゃあさ、家事をもう少し手伝ってくれない？義実家に来るまでは分担できていたのに、なんで今はしてくれないの？そうなんですよ、まさきは義実家に引っ越してくる前は分担してやってくれていた家事を全くやらなくなったんです。だって母さんがいるだろ。いやいや、義母だって全然家事しないし。あまりに呆れてしまい、もうその日はそこで話を止めて寝ることにしたのでした。数日後、幼稚園にパニミを迎えに行くと、上機嫌のパニミがすぐに私を見つけて玄関に出てきました。ママ、約束のプリン買っておいてくれた？もちろん、今日はパニミのお祝いパーティーしようね。わーい、プリンプリン。パニミがピアノのコンクールで金賞を受賞したんです。習い始めたのは1年前なので、こんな才能が隠れていたとはと驚いています。小さい頃からかなり飲み込みもいいし、器用なのは知っていましたが、本当に自慢の娘。お祝いに何が欲しいかと聞いたら、高級プリンをおねだりされたので、前もってお取り寄せしておいたんですよね。
今頃クール便で届いている頃なので急いで家に帰らなくちゃ。現在の時刻は午後4時。幼稚園から家までは5分ほどで着くので、クール便は時間指定で4時から5時に指定しておいたんです。いつもその時間に指定すると5時前に来るし大丈夫よねと油断していました。まさか家に帰宅して絶望することになるとは思ってもいなかったんです。あれ、クール便も来てるじゃん。家に到着して玄関を見ると発泡スチロールが置かれていて、なんだか嫌な予感がしました。玄関に置かれているということは、おばあちゃんが受け取ってくれたのかな。パニミも義母の食いつく気質を知っているので、私と同じく嫌な予感を感じ取っているようで、表情が暗くなるのが分かりました。恐る恐る発泡スチロールを開けると、ガムテープは剥がれていて、ない。みんなが食べられるようにちゃんと4個買っておいたプリンは入っておらず、保冷剤だけが入っています。あー、もうほんと嫌。私は大きく息を吸って、今日こそは行ってやると意気込んでリビングに。お母さん、私が大きな声で義母を呼ぶと、どうしたの、そんなに大きな声出して。玄関にあった発泡スチロールに入っていたものはどうしたんですか。勝手に開けましたよね。中身は？え？開けちゃダメだったの？私へのプレゼントかと思って食べちゃったわよ。今最後の1個食べてるところ。食べる？それが何かご存知ですか？プリンでしょ？見たらわかるわよ。4個も食べたら血糖値上がっちゃうわね。義母にはもううんざりです。あのプリンはパニミのお祝いのためにわざわざお取り寄せした1個1000円の高級プリン。たった5分くらいで4000円分を悪気なく胃袋にぶち込んでだ。これ本当に美味しいわね。胃もたれしちゃうくらい。私のプリン。ショックを受けているパニミが言葉を発しました。え、パニミちゃんも食べたかったの？じゃあおばあちゃんの食べかけあげる。はい、あんして。私とパニミが明らかに憤慨している雰囲気を察することもなく、パニミにそういう義母。もう我慢できない。それ、パニミがピアノのコンクールで金賞を取ったお祝いで食べる予定だったんです。それを一人で全部食べちゃったんですか？そうだったの？ごめんなさいね。また買ってあげて。そういう問題じゃないんです。朝に今日はパニミのお祝いをするって伝えたじゃないですか。パニミへのプレゼントの荷物が届くけど開けないでくださいとも言いました。それにパニミの大好物が4個届いたなら全部一人で食べていいものじゃないって考えたら分かりましたよね。私たち4人で住んでるんですよ。そうだけど、だって美味しそうだったんだもの。私の怒りが爆発していると、まさきも帰ってきたんです。何大きな声出してんだ。玄関まで丸聞こえだぞ。私はすぐにまさきに状況を説明しました。さすがに今回は味方してくれるだろう。だってパニミが被害を受けたんですから。しかしまさきからはとんでもない発言が返ってきたんです。そのプリンさ、結局は俺の金で買ったんだろ。なのに文句言うなよ。は？食い意地が強いのはどっちだよ。また買ってやるから、パニミも怒るなよ。おばあちゃんは大切にしなくちゃ。はい？味方になってくれないだけではなく、私たちが悪いと言わんばかりに義母をかばうまさき。プッツンと私の忍耐の糸が切れる音がしたとともに、パニミの怒りも爆発したようです。パパ、だったら言わせてもらうけど、何度も転職してきたパパの給料じゃ他にいくつ副業してもママの稼ぎには追いつけないわよね。その点を鑑みるとさ、今回のプリンも今までの食費もママが稼いできてくれたお金ってことになるんだよね。そうなるとパパはママにぶら下がってるってことになるんだよね。え？パニミが知らないとでも思ってる？パパよりママの方が稼いでるってことは随分前から把握してるし、今回のことだって
どう考えてもママの言い分のが正しいわよ。パニミにはバレてたか。実はカフェの仕事の他に在宅ワークでウェブデザインの仕事をしているんです。むしろそっちの方が稼げてるくらい。やっぱりこの先のためにも貯金しておきたいし、そう思って密かに始めた仕事でした。いや、その、それにね、ママにはおばあちゃんに家事をやらせればいいなんて軽口叩いてのらりくらりとその場をかわそうとしてるけど、おばあちゃんには全部ママにやらせとけいいなんて発言を繰り返してるのだって私はとっくのとうに知ってるんだからね。あ、なんでそんなこと。なんだって。いや、そんなことパパは言ってないぞ。何かの聞き間違いだろ。なるほどね。のらりくらりと自分が楽をするために責任逃れしてきたってことか。聞き間違いだと言い張るまさきにパニミがとどめを刺します。じゃあこの録音聞く。そう言って取り出したパニミのお勉強用タブレット、そこにしっかりまさきの音声が録音されていたのでした。パニミは止まりません。今回の騒動の主役にもとどめを刺しに行きます。話し合いをしている最中も残ったプリンを平気で食べてるおばあちゃん。私よりも65年も長く時代を生きているのに、やっていいことと悪いことの区別もつかないのは良くないことだよ。善悪の判断は人によって曖昧な時もあるけど、さすがに今回のことは誰でもわかるレベル。それをわからないなんて相当かわいそうな人間なのね。私遠回しにおばあちゃんの人間性を全否定してるけど、ちゃんと伝わってるかしら。ちょっと気が利く人だったらここで全力で謝るところよ。ごめんなさい。5歳児に叱られた大人2人は顔を真っ青にしてうつむいていました。一件落着とはいきませんね。これ以上はもう無理、そう判断した私は実家に帰らせていただきます。旦那として父親として優先するべきこともわからないあなたとはやっていけません。自分の母親の面倒は自分で見てください。それに祖母として孫の気持ちもわからない、孫よりも自分が大事なお母さんとも無理です。さようなら。ちょ、待ってくれよ、そんなに怒ることじゃないだろう。そうよ、大げさよパニコさん。この発言が関係修復は不可能だと物語っているようなものですよね。何を言われようと離婚です。その後家計簿をつけていたので、義母がオーバーに食べた食費をまさきに請求し、養育費も毎月払うという契約を交わして離婚。最後までこんなことで離婚なんてと言っていた義母には挨拶もせずに出てきてやりました。義母は私が離婚した後も大食いは変わらなかったようで、数ヶ月後に糖尿病を発症したんだそう。好きなものを好きなだけ食べられる生活が強制終了されたようで、今は食事療法と運動療法の先生にきっちり管理され、義母にとっては地獄の日々。治療代はかなりの額らしく、まさきは少ない給料で義母の面倒を見なくてはならず、貧血状態でアルバイトまで掛け持ち、寝ずに働いてるみたいよ。嗜好品すらもう買えないみたいね。義母にもまさきにも忠告していたのに、話を聞かないからこうなるのよ。いしし、私とパニミはというと、実家でひとまずお世話になることになり、穏やかな生活を送っています。パニカーがパニミのために作ってくれるプリンがこれまた美味しくってね。パニミったらずっとここに住むなんて言ってるんです。やっぱり実家が一番ですね。ああ、それと実は働いていたカフェで店長を任されることになったので、仕事の方も順調だし、在宅ワークの方も絶好調。さーて、将来の貯金のために今日も一生懸命働くぞー。いしし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。